はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、またおバカなフィギュアをご紹介したいと思います。先週に続いて、まあね、先週は俺の中学校アスナロ編をご紹介しましたが、今回はね、また一風変わったやつをご紹介したいと思います。それもね、また、ガチャガチャ専門店で購入したものになります。はい、こちらなんとね、リボンつけてくれてますこのリボンつけてくれて、プレゼント用に買ったわけじゃないんだけどねリボンつけてくれてるんですけど、はい、とりあえずね、中身を開けて、ちょっとラインナップとかね、見せたいと思います。はい、一応ね、ラインナップっていうか、まあ、まずはね、どういうものを購入したかっていうのをご紹介します。こちらユーマソフビコレクション全5種っていうことでね、ついにソフビ化された未確認動物、はい、ということでユーマ、実はね、自分ユーマとか UFO とか大好きなんですよ。都市伝説とかはい、そういうのが好きなんでね。でソフビっていうぐらいだから、結構なんかこう可愛いやつなのかなっていうね、そういうのもあって購入しました。まあ実際ちょっとラインナップ見てみましょう。はい、まずフラットウッズモンスター、これ可愛いよね。もう見た目でも可愛い、はい、これね、なんか結構もう昔になっちゃうけどね、なんか見たっていうね、情報があるらしいですね。ほんとこういう感じの、はい、で出たモンスター、はい、これも都市伝説ですね。もうガ人間みたいなね、これもね、なんかこうほら、自動車があって、自動車追いかけてきたっていうね、そういう目撃情報があるっていう。で出た代表的ビッグフットこれまあもう言わずもがな、もう皆さんご存知のビッグフット、はい、で出た日本を代表する都市伝説ユーマツチノコ、はい、これね、懸賞金かけられましたね。まあ実際いるのかどうかね、信じる信じないかはあなた次第ですけどね。はい、で、はい、出たかわいいチュパカブラはい、吸血動物です。はい、あの動物のね、血を吸って、はい、捕食するっていうね、チュパカブラかわいい。はい、こんな感じですね。はい、こちらはタカラトミーさんからね、出てますね。はい、では早速ね、一つずつ見ていきたいと思います。はい、ではね、開封しましたので、一つずつ見ていきたいと思います。まずはね、フラットウッズモンスター、こちらわおフラットウッズモンスターだぜ。一応ね、目撃証言の通りになんかこう書いたらしいんですよね。うん、本当に実際にこんな感じだったらしいですよ、見た方が言うには。はい、まあソフビということでね、うん、本当に2パーツ構成ですね、これね。首が回るんで、ちょっと若干ね、まあ見本とね見比べて、ちょっと目の位置が上に上がってるっぽいんでね、まあこれは個体差でしょうね。はい、で次モスマン、はい、はい、こちらはね、もう見本通りねな感じですね。これも、2パーツなのかな、まあ、ここで分割されてるんで2パーツですね。モスマン、この中では外れっぽいな、なんかこう何って感じ他はなんか特徴的なんだけど、はい、で次が、ビッグウッド最高これめっちゃ最高やん、このビッグウッド。でもね、これもね、ちょっと写真とね、ちょっと向いてる方向が違うんだけどね。まあこっちの方は何って感じで俺が言ってるけどね。うん、こっちはもうもろカメラ目線ですからカメラ目線だからね。これいいなぁ。俺好きだわ。はい。で、ツチノコ。かわいい。めっちゃかわいいツチノコ。これもね、首回りますね。いや、いいね。ツチノコもいいね。これね。かわいいわ。はい。で、最後、チュパカブラ。はい。宇宙人ですね、もうね。グレイタイプの宇宙人。いや、これも味あるな。チュパカブラかわいい。もう下半身が幼児体型やないかよこれ。トゲトゲもね、いいね。ほんと忠実に再現されて、それをギュッてデフォルメ化した感じでほんといいですねこれ。いや、このシリーズ好きだわ。これシリーズ化してくんねえかな。もっと出してほしいわ。全部揃えるのにでもこれもまた古かった気がすんだよな。これっていつだっけ。ちょっと製造年月日が書いてないんでわからないですねでも結構ね時間経ってると思います。でも第2弾が出ないってことは多分人気なかったんですかねいやーでもこれいいわ。ビッグフット味あるわ。モスマンはなんと思ったことないなこれ。フラットッツモンスター、ちょっと目の位置ちょっとどうにかしてほしかった。いや最高。いやこれいいね、かわいいわ。はい、ということでね、皆さんユーマ好きはね、皆さんぜひ購入検討してみてください。まあ売ってるかどうかわかんないけどね、うん、いやーこれはいい。はい、ということでね、また2回連続でちょっとねおバカな、ガチャガチャフィギュアご紹介してきましたが、まあ、前回の俺の中学校はね、俺の中学生じゃ中学校でいいんでね、俺の中学校はねほんとおバカすぎたんですけど、これはちょっとねバカにできない出来ですよ。バカにできない出来はい、ということでね、今回は、以上にで終わりたいと思います。是非ねチャンネル登録、あと高評価お願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。